皆さん、ポコニャチは。今日は20秒スピランに挑戦していくよ。お、久しぶりのポコニャンへの挑戦状。これは嬉しいわね。制作者さん曰く、全く違う方法で2周するコースらしいんだ。へえ、どんな感じなのか楽しみだぜ。モドル系のギミックって本当にすごいわよね。さて、まずは？ハテナブロックがあるわね。中身はバネか。とりあえず持っていきましょう。おっと滑っちゃった。何やってんだよ。まずはパウブロックがあるから、これを頭でゴンすればいいかな。何遊んでんだよ。ちょっともたついちゃった。ブラックパックンをこれで倒して。で、ポコニャン次はスピンジャンプでしょ。完全にトゲゾ見えてなかったわ。とりあえずバネは後回しで先に進んでみよう。パウブロックを華麗にする。もうちょっと手前でジャンプしなきゃいけなかったか。ここからスピンすれば。うん、ちゃんと叩けたわね。で、落ちてくるトゲゾに乗らなきゃいけないのか。あれはどうすればいいんだ。おそらくジャンプの場所と高さの調整だね。ちょっとしたわ。先が見えてなかった。ちょっとこのバネをもう一回使ってみよう。この矢印が気になるんだよね。確かに。空中バネじゃんって感じだよな。やっぱり、こういうことか。これが制作者さんが言ってた違う方法で2周するってやつね。死んだけどなんとなくわかったよ。とりあえず上ルートは後で行く感じかな。ちゃんと下を攻略していこう。おう、この先が気になるしな。またパウブロックがあるわね。めっちゃピンポイントあるぞ。ああ、調子に乗るから。意外としっかりブレーキしないといけないみたいだね。さあ、この先は？ゴールが見えてるか。土管とドアがあるね。土管は入れないっぽいからドアに入ろう。あ、これで最初に戻ってきたってわけね。なるほど、鍵をゲットしたから上からのルートが行けるようになったってわけか。慌てすぎだっつーの。まあでも、これで完全に行き方は分かったよ。こんな感じで違うルートで行くのは面白いな。そうね、本当によく考えられてるコースだわ。こういうの大好物だよ。さあ、ここは上を押しっぱでいいね。そして上からのルート。空中バネジャンをしっかり決めないとな。500秒スピランで完全に慣れたからね。そして空中からの。で、バネも来ちゃった。いらなかったけどゴールだー。なんだそりゃ。はい、というわけで無事にクリアすることができました。20秒なのに本当に楽しめたコースだったわね。よっしゃ、一番乗りだね。結構ギリギリのタイムだったな。頑張ればもうちょっとだけ縮められそうかな。難易度的にもいろんな方が楽しめるコースだったわね。僕も見習わなきゃ。コース制作者のダイゴさん、ありがとうございました。このコースの ID は動画概要欄に記載しておきますので、よかったら皆さんもプレイしてみてください。というわけで今回はここまでにしたいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。